Das macht man immer auch.面白いでしょ? ね、 魔法みたいでしょ? ほほ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 ほ
用のテープ、紐を使ってふわふわクラゲというものを作って遊びましょう。作り方のポイントです。紐を、まあ、10センチ、はじめ10センチ切るんですけども、紐はこういう風になってますよね。ところがこれを開くと、ちょっと右手をどらして開くとこういう風に広がったテープ状になるんです。もう一回濡らして端をチュッチュッチュッこすってあげると、また2枚にこういう風に剥がれます。ふわふわクラゲはできるだけ軽く作りたいので、紐を広げて裂いたものを使って作ってください。これの一番上をクチュクチュッまとめます。そのまとめたところを紐でくる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 、最後これを縛ります。しっかり縛りましたら、この縛った紐は切ってしまいましょう。裂くのはこの端の方からこういうふうに裂いていって、できるだけ細く、できるだけ細く結んだ方のところに向かって裂いていきます。こんなような形のものができました。これを膨らました風船で飛ばしてみます。このふわふわクラゲをティッシュペーパーでこすります。風船もティッシュペーパーでこすっておきます。さて、これとこれをこの上で離すとどうなるか。こんな風になります。じゃあこれからいろいろ遊んでみましょう。このふわふわクラゲが静電気でこんなに浮くなんて初めて知りました。なかなかふわふわクラゲがコントロールできないところが面白かったです。